君はフレクサトーンという楽器のことを知っているかな？はい、というわけでこんにちは、パーカッションの高文です。このチャンネルではパーカッションの有益情報やレッスンなどを配信してますので、ぜひチャンネル登録してチェックしていただけると嬉しいです。それで今回はこちら、フレクサトーンですね。この楽器の紹介と演奏方法の解説をしていきたいと思います。はい、フレクサトーンが何かというのは音を聞いていただくのが早いと思いますので、まずはちょっと聞いてみてください。こんな感じです。はい、おそらく一定の層には刺さると思うんですけれども、ガンダムのニュータイプの効果音ですね。で、もうちょっと長くやると、みたいな感じでですね、お化け屋敷とか妖怪が出てくるような作品で、なんかおどろおどろしい雰囲気を出す効果音に使われます。あと、おそらく皆様が一番耳にしているのはこの音だと思います。なんかこう間が抜けた音ですね。バラエティ番組とか YouTuber さんの動画で、使われているような効果音になります。はい、ではやり方解説していきます。まあ、楽器の構造はですね、見たまんまなんですけれども、こう取っ手の部分に1枚金属板がついておりまして、この金属板にさらに振り子が2つついています。で、この振り子の玉が金属板に当たると、この金属板が鳴るという構造です。で、この金属板が指でグイッとですね、曲げられます。で、こう金属板曲げると、振動した時にですね、振動数が高くなって音が高くなります。で、これを振って振り子を当てながらグイッと金属板を曲げていきますと、こう連続的に音程が変わっていくんですね。以上がフレクサトーンの基本なんですけれども、この楽器が難しいところはですね、こう出したい音以外の時でも、この振り子がですね、結構遊んじゃって、余計な音がしてしまうんですね。こういう音。で、持つ方の手が少しでも動いてしまうと、こう振り子が遊んで余計な音が鳴ってしまうんですね。なので、コツとしては出したい時以外はピタッと腕を止める。こうプルプルしてしまうとですね、鳴ってしまいますので。みたいな感じで、タラララララッ、ピタッ、動かない。タラララララララッ、ピタッっていう感じですね。まあ、誰でもすぐできるとは言わないんですけれども、自分がどれくらい動いたらこの振り子が動くのかっていう感覚に慣れさえすればですね、できるようになりますので、演奏される方はそういうことに気をつけつつやってみてください。では続きまして、僕が編み出した両手を使う奏法をやってみたいと思います。これはフレクサトーンを長く鳴らしたい時とか、まあ、そもそもですね、手が小さくてこの金属板に指が届きませんっていう方もいらっしゃると思うんですね。で、そういう方は両手を使ってやるといいんじゃないかと思います。片方の手で取っ手を持って、もう片方の手でですね、金属板の下の方を押さえます。で、手をですね、こういう風に振動させるんですね。まあ、こんな感じでですね、長く鳴らすことができるんですね。これを片手で親指でやろうとすると、かなり親指疲れちゃうんですけども、両手だと簡単にできます。あと、短く鳴らす場合でも、このように両手を使うとですね、この振り子を指で押さえてミュートすることができるので、慣れたらこっちの方が簡単かもしれません。では最後に一発だけ鳴らすやり方です。一発だけ鳴らすときは、片方の振り子をですね、こう指で押さえて鳴らないようにします。で、もう片方を指で弾いて、金属板をグイッと曲げてあげると、こういう感じですね。ただ、この時もやっぱり振り子がちょっと遊んで余計な音が鳴ってしまいますので、もうそうした時はですね、この振り子両方とも押さえて、何かビーターとかスティックとかで叩いても鳴りますので、
こういうふうにやった方が確実になりますね。はい、というわけで今回はフレクサトーンの紹介と解説でした。いかがでしたでしょうか。こんな感じでパーカッションいろいろやってますので、チャンネル登録まだの方はぜひお願いいたします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。